さて、1月10日の今日は110番の日です。誰でも聞いたことはあるけれど、使ったことのない人の方が多い110番。この110番を正しく理解してもらうために、警察では毎年1月10日を110番の日と定め、110番の正しい利用を呼びかけています。事故があったり、泥棒に入られたり、110番通報をしなきゃという時、落ち着いていられる人は多くありません。緊急事態に自分が見たり体験したことを言葉で伝えることはとても難しいんです。でも落ち着けない時だからこそ、落ち着いて話すことが大事。110番通報する時のポイントをご紹介します。その1、泥棒に入られた、交通事故が起きたなど何が起きたのか。その2、夜8時ごろに起きた、今から5分前に起きたなど、いつ起きたのか。その3、どこで発生したのか。その4、犯人はどんな人なのか。男性、女性、痩せていた、太っていたなど、一目でわかる印象的な特徴を伝えましょう。その後、被害や事故の状況を説明します。怪我をした人がいるときは救急車が必要かどうかも伝えます。その6、110番通報をしている人、つまりあなたの住所、氏名をしっかりと伝えます。この中で最も説明に困るのが、事件が起きた場所と犯人の特徴。びっくりして犯人の特徴が曖昧になってしまうのは仕方のないことですが、場所ならよく知らないところにいても少し落ち着けば上手に伝えられるコツがあるんです。辺りを見渡して目立つ建物やお店があるときはその名前を、ないときはバス停や信号機のプレートを見てその名前をそのまま伝えます。電柱や標識には管理番号が書かれたシールのようなものが貼られているので、落ち着いて調べてみてください。自動販売機にも住所が書かれているので、近くにあるときは見てみることをお勧めします。最後に、110番は事件や事故など警察に緊急通報するための専用電話で、回線数は電話局ごとに限りがあります。緊急ではない相談ごとに110番を使うと、本当に緊急事態が起きた人の通報がつながりにくくなってしまいます。110番は正しく利用してくださいね。以上、今日は何の日のコーナーでした。